マリサ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。なんだよ、霊夢、急にどうしたんだ？この前、ラジオで、リチャード・ボナという人の、音楽を聞いたんだけど、すごく気になってさ。リチャード・ボナ？ああ、あのカメルーン出身の、天才ベーシストか、俺も知ってるぜ。カメルーン？それはどこ？西アフリカにある国だよ。フランス語と英語が公用語だな。いろいろな民族や文化が混ざってるんだ。へえ、そうなんだ。じゃあ、リチャード・ボナは、どんな音楽をやってるの？ジャズやフュージョンを、ベースにしてるけど、ふるさとの音楽や世界中の音楽にも、影響を受けてるんだ。ベースはもちろん、歌や他の楽器も自在にこなす、マルチプレイヤーだぜ。すごいね。どうやってそんなに上手くなったの？幼い頃から音楽一家で育って、教会で歌ったり、バラフォンというアフリカの木琴を弾いたりしてたらしいよ。11歳で都会に引っ越してからは、ジャズクラブでギターを弾いてたんだ。そこでジャコ・パストリアスという、伝説のベーシストのレコードを聴いて、衝撃を受けて、ベースに転向したんだってさ。ジャコ・パストリアス？それは誰？おいおい、霊夢。ジャズやフュージョンの歴史に残る、なベーシストだぜ。エレクトリックベースを革新的に使って、独自のスタイルを確立したんだ。リチャード・ボナは、彼の再来とも言われてるほどだぜ。ふーん、すごいね。でも、リチャード・ボナは、ただ真似してるわけじゃないよね。もちろんだよ。彼は自分のルーツや経験を活かして、オリジナルの音楽を作ってるんだ。1990年に父親が亡くなってからは、パリに渡って音楽学校に通ったり、いろいろなミュージシャンと共演したりして、自分の世界を広げていったんだ。1999年には初のソロアルバム、Scenes from My Life を出して、自分のふるさとや家族、友人について歌ったり、ベースのテクニックを披露したりしたよ。その後も、レブランスや、ムニア・ザ・テールなど、いろいろなアルバムを出してるんだ。最新作はヘリテージ、というタイトルで、キューバの音楽と、カメルーンの音楽を、融合させたプロジェクトだぜ。彼はいろいろな人と一緒に演奏してるよ。ジョー・ザ・ビヌルや、パット・メセニー、ハリー・ベラフォンテ、マイク・スターン、渡辺克美などなど、ジャズやフュージョンだけじゃなくて、ワールドミュージックやポップスなど、ジャンルを超えて活躍してるんだ。彼の音楽は多様性と調和の象徴だぜ。すごいね。彼はどんな人柄なの？彼はとても温かくて、ユーモアのある人だよ。ステージでは笑顔で観客と、コミュニケーションを取ったり、時には日本語で歌ったりするんだ。彼は日本が大好きで、何度も来日してるよ。NHK のみんなの歌にも、出たことがあるんだぜ。え、本当？どんな歌だったの？風がくれたメロディ、というタイトルで、中村義郎というギタリストと、一緒に作ったんだ。彼は日本語の歌詞に挑戦して、自分のふるさとや音楽への、思いを伝えたんだよ。感動的な歌だったぜ。彼は今どこに住んでるの？彼はニューヨークに、拠点を置いてるよ。でも、世界中を飛び回ってるから、どこにいるかわからないぜ。彼は自分の音楽を広めるために、様々な国や文化に触れてるんだ。彼は音楽の大使だぜ。音楽の大使か。それはすごいね。彼はどんな音楽に影響を受けたの？彼はカメルーンの伝統音楽や、アフリカの民族音楽に影響を受けたよ。特に、マンデカという、西アフリカの民族の音楽が、彼のルーツだぜ。彼はマンデカ語で歌ったり、マンデカのリズムやメロディを、取り入れたりしてるんだ。でも、それだけじゃないよ。彼はジャズやフュージョン、ブラジル音楽、キューバ音楽、インド音楽など、いろいろな音楽にも興味を持ってるんだ。彼は音楽の探求者だぜ。彼は自分の音楽を、どういう風に表現してるの？彼は自分の音楽を、ボナサウンドと呼んでるよ。それは彼の人生や経験、感情や思想を音楽にしたものだぜ。彼は自分の音楽に、メッセージを込めてるんだ。平和や愛、自由や希望、人間性や尊厳など、普遍的なテーマを歌ってるんだ。彼は音楽の伝道師だぜ。音楽の伝道師か。それは素敵だね。彼は今後どんな音楽を作っていくと思う？彼は今後も自分の音楽を進化させていくと思うよ。彼は常に新しいことに
挑戦してるからね。彼は音楽の革新者だぜ。マリサ、ありがとう。リチャード・ボナについて、たくさん教えてくれて、とても勉強になったよ。彼の音楽はすごく素敵だね。私も彼のファンになったよ。いやいや、こちらこそ、リチャード・ボナの音楽を、一緒に聴けて嬉しかったぜ。彼の音楽は心に響くものがあるからな。彼のファンは世界中にいるんだぜ。そうなんだね。彼の音楽をもっと広めたいね。マリサ、また一緒に音楽を聴こうね。ああ、もちろんだよ。霊夢、また会おうぜ。